シュロウトヤマトイノチミズテマンガンジは、長野県安住野市にある新ン州とヨヤの寺院。3号は、クリオヤマ。千樹館ゼオンを祀っており、シナの33番札所の26番札所である。シナの高野とも称される。人記念館に池から出現した一寸八分の仏像を安置し、道具を混流したのが創建の由来であるとの自伝を持つ。また、 坂の上の田村丸が八面大王を成敗した際に力を貸したので彼が再興させたとの伝承もある。しかし、似たような坂の上の田村丸による中高との言い伝えを持つ寺院は界隈に多い。源義仲が溶和年間に三輪を寄進したとの古文書がある。中世以来安住国に一帯を治めた国人領主、西名氏が滅亡すると、 織田信長以後の天下人は、安住軍を松本城主の所領とし、1582年頃、道城主小笠原城景による再建修理の際に現在地に移転した。これ以後、松本藩の保護を受ける。実編者19の続品ざくりげでは当時を参見する場面が描かれている。1870年、廃物希釈により廃寺となった。しかし、 6年後の1876年に再興された。桜、筒子、紅葉が時期になると美しい。また境内に遊水がある。山道入り口に架か,かる長さ10メートル、幅2.5メートルの木橋を微妙橋とも、お橋橋とも言う。橋板の裏側に橋門が書かれており、この橋を渡る際にはお経を唱えなくてはならないとされる。この橋には屋根がついている。 お経京のたもとには地蔵堂が立つ。中には500体に上るお地蔵様が祀られている。小佐漬地蔵として古くからの信仰を集めている。この地蔵を借りて行って添い寝すると小宝に恵まれると言われる。安曇野の名水として知られ、標高900メートルの境内から湧く湧水。JR 東日本篠ノ井線赤品駅、または 大井戸線保高駅から牧行駅バス40分終点で下車し、さらに徒歩40分。ありがとうございます。